皆さんこんにちは、鍵盤ハーモニカのピアノニマスです。今日は私の家の練習環境を紹介したいと思います。まず楽器はこういう風なスタンドに乗せて練習してます。立奏です。立って弾いてます。ここになんかこうレバーがあって高さとか変えられるようになってるので、本番でハイヒールを履いたらちょっと仙腸が伸びちゃった時も対応できます。立って練習してるのは、腰痛があるからっていうのと、立った方がいろいろいい感じなことがあったので最近はそうしてます。楽器は上に2台乗せられるようになってます。この、安いメトロノームを使うこともありますが、 iPhone のメトロノームを使うことの方が多いです。あとはチキンマウスピースとかスライドホイッスルとか置いてあります。で、楽譜とかはまあ、iPad を置いて iPad で見たりとかするんですけど、紙の譜面を壁に貼ることもあります。譜めくりがいらなくなるので。今日はたまたま全部揃えて譜面台に置いてありました。で、これは最近いただいた手話のコンデンサなんですけど、これで撮って、でバーってきて、アコースティックギター用のプリアンプにつないでます。でこれで、どうしてもハウっちゃうような音域とか、あの楽器によってあるんですけど、それを、まあ、削ったりとか、よいしょ、あとここで EQ 作って、ちょっとあの特定の下の方の音域を消して、打鍵音とかをちょっと消したりとか、あとは、コンプとか、ディレイとかコーラスとかリバーブとかもかけられます。無駄にルーパー機能までついてます。でちょっと黒い紐がいっぱいで綺麗じゃないが、これボスのすごいちっちゃい20センチぐらいのアンプなんですけど、あんまりうちの家音量が出せないので、レコーディングとかライブとかでよく使う楽器を足元に並べてます。今練習してたのでガッタガタのぐちゃぐちゃなんですけど、ここに置いてあります。で、あとは今日は、ソプラノを練習してたのでソプラノが置いてあります。歌口はあのホーナーの歌口を、全然フレキシブルじゃないフレキシブルマウスピースをつけてます。はい、こんな感じ。